ストッキングの構成部位ホーザリーの広告イラストホーザリーとは靴下類を総称する英語であり、講義では男性用の靴下やレギンスなどのレッグウェアも全て含む意味であるが、一般的にはタイツやストッキングなどの女性用の長い靴下を特に示すことが多い。イギリスではニット製品をこの言葉で呼び、ホーズと同義語であり、ホーズは靴下類のすべてを意味する。 日本で言うパンティーストッキングを英語圏ではパンティーホーズと呼称する。英語のホージャリーはホースの派生語とされ、靴下はニット製品の起源と考えられている。同様にニットの旧称であるメリアスの語源はスペイン語のメディアスやポルトガル語のメアスであり、いずれも靴下の意味である。今日の日本ではストッキングという呼び名がやや古臭く、 感じられてきており、透け感のある従来のストッキングをシアータイツなど心味を出す呼び方として、ファッション雑誌などが使い始め、さらに厚手のリブタイツなどを指す呼び方としても用いられている。ホーザリーはカバー、またはカバーすることを意味する古いアングロサクソンの用語、古戦に由来し、タイツ、靴下、レギンスストッキング、サイハイパンストなど、様々なレッグウェアを含む用語である。 発見された最も初期のホーザリーは、エジプトの墓で発見された赤いニットの靴下であり、9世紀まで遡って存在してきた。ホーザリーは今日女性が着用しているが、もともとは男性の衣服であり、保護と装飾の両方の目的で着用されていた。女性がホーザリーを着き始めたのは18世紀のことで、その時からホーザリーは女性によって着用され、男性は ストッキングやブリーチではなく、ズボンや靴下を着用し始めた。1920年代は、合成繊維の発明により、ホーザリーの新時代の到来を告げた。綿のような天然素材とは、対照的に合成繊維は、ホーザリーの耐久性を上げ製造と着用を容易にしました。ナイロンは40年代に製造されたすべてのホーザリーの総称になり、ナイロンの生産が、 第二次世界大戦の取り組みに移行した時女性はナイロンを着用しているように見せるために足に縫い目を描くこともあった。50年代にはフルカバータイツが市場に導入され、タイツ、パンストは1960年代に非常に人気があった。これは主にメアリー・クオントが開拓したミニスカートとタイツの組み合わせによるものである。それ以来、 テクノロジーは醜いシワの寄った膝や足首を止めたライクラのようなホーザリーや繊維を進歩させ複雑なパターンをホーザリーに織り込む能力による産物はスタイリッシュな女性のクローゼットの中で永続的な作品になった。2000年代には特に夏のホーザリー、そして今ではこれまで以上にカジュアルな職場が今やパスアイテムになっている。 これは一時的なフェーズであり、ファッションが一時的に必需品に昇格するにつれて、ホーザリーが時々戻ってくると思わせる。さらに、足が完璧ではない女性にとって、ホーザリーは足を日焼けしていない時の自分が、どのように見えるかに違いをもたらす。ランチェリーと黒のガーターストッキング。ありがとうございます。